ロアッソ熊本、悲願の J1 昇格をかけた運命の日曜日、早朝沖で博多から新幹線で決戦の地京都へと向かいます。6時半の博多駅にはすでに赤いユニを着たロアサポの同志たちが数名。新幹線に乗り込むや視聴者さんに声をかけていただきましてびっくりしましたが本当に嬉しかったです。ありがとうございます。行きの新幹線に選んだのはのぞみ6号、そう川原キャプテンの背番号6です。京都までは約3時間弱、流行る気持ちを抑えて腹ごしらえします。午前10時、京都駅到着。すでにホームは赤で染まってます。頼もしい。菅さんです。今日の一戦に向けて一言お願いします。マッスル！ありがとうございます。ちょうどね、改札出るのが菅さんと同タイミングだったので、まあ、ちょっとした縁もあるってことで会話をさせていただきました。友情出演ありがとうございました。亀岡駅到着。この日は関西駅前のホテル予約していたので荷物だけ預けてスタジアムに向かいたいと思います。あいにくの雨ですがスタグル広場の前が我々が泊まるホテル、そして裏にサンガスタジアム、最高のロケーションです。せっかくなんでね、雨の中並んで焼き鯖寿司購入させていただきました。ついにやってきましたサンガスタジアム by 京セラ。さすがにね、紫で染まっておりますが、仲間のいるゴールへと向かいます。おー、これがサンガスタジアムですか。完成以来ね、一度は来てみたいと思ってました。まさかこんなタイミングで来るとは思ってなかったんですけど、赤いユニの仲間を見つけた喜び以上にですね、このサンガスタジアムの素晴らしさ、ほんとね、ため息が出るほど見入ってしまいましたね。ほんといいスタジアムでした。スタジアム内の飲食店も充実しておりまして、座席のすぐ裏にですね、買いに行けるというアクセスの良さも羨ましかったです。ビールだけ買って焼き鯖寿司いただきます。残念ながらですね、最後の最後で声出しエリアチケット取ることできなかったんですけど、今シーズンスタジアムで出会ったような方、あと YouTube を見てくださって縁ができた方、皆さんとね会えて本当に嬉しかったです。わざわざ僕の席まで挨拶に来てくださるような方もいらっしゃいまして、本当にいい出会いができたと感謝しております。キックオフまで1時ゴールキーパーズの入場。続いてフィールドプレイヤーズの入場。事前にアナウンスがありまして、この日はアウェーでも光をやるそうです。チームのスターティングメンバーは終盤戦の戦いから変わらない不動のメンバー。このメンバーはご覧の通り。ロアスは勝たなきゃいけませんので、年田、相原、フォワード2枚です。
大一番を前に緊張感高まってきましたが、どうしてもね未練があったので、練習の時だけこのゾーンでちょっとだけ声を出させていただきました。さあ、いよいよキックオフが近づいてきました。この日のチケットは完売。京都まで駆けつけたロアッソサポーターの熱もすごかったんですが、京都の紫一色に染まる様子もこれまた圧巻です。なんかね、 J1 のチーム相手にこれだけの雰囲気の中で対戦ができるということ、ちょっとね嬉しく思いました。泣いても笑っても今シーズン最後の戦い、ロアッソの元の選手入場です。世紀の大一番、先陣組んでいざキックオフ。キックオフ直後から改めて感じたのは J1 の当たりの強さ。そしてね、この11番の山崎選手にボールが収まるんですよね。これじわじわ効いたような気がします。引き分けでも OK な京都、J1 最終節の内容を見る限りですね、あまり最初は攻めてこないのかなと思ってたんですが、これがまさかの怒涛の勢いでですね、圧をかけてきまして、前半ちょっと押されましたね。ただロアッソも際でしのぎつつ、徐々に自分たちのペースを掴んできてですね、まあ、決定機と言ってもいいようなシーンを迎えるんですけど、相手ゴールキーパー上福本選手のセーブにあってしまいまして、その後何とも悔やまれますけど、ゴールキックからですね、スタートした流れの中から数的には有利だったんですけど、先制点を奪われてしまいました。多少ね、雨の影響もあったのかもしれませんけど、シーズン最後の大事な大一番でですね、最後川原キャプテンがボールに触れなかったり、三島選手がねちょっとお見合いみたいな形になってゴールを献上してしまうというシーン、ちょっと残酷な気もしましたけど、選手たちは責められないかと思います。ただね、結論から言うと、やっぱりこの先制点を京都に与えたというのは本当に痛かったですね。勝ち抜くシナリオっていうのは、最低でも先制点を奪うこと、少なくとも前半は 0-0 で行きたかったっていうのが本音でした。戦前に理想とした前半戦とは真逆のような結果となってしまいましたが、大分戦のようにね、終盤の逆転を信じて後半残り45分主力で応援したいと思います。後半の立ち上がりはですね、プレーオフに入ってからのロアッソが点を取るようなケース多かったのに期待しておったんですが、逆に京都に再度押し込まれるような形になりましたね。ただそこをなんとかしのいで、ただ全体的な運動量みたいなところはやはりロアッソの方が上回っておりまして、後半の中盤にかけてぐらいでしょうか、ロアッソが徐々に得点の匂いを漂わせてきました。そして迎えたこのコーナーキック、川原選手のねコーナーキックの弾道、今シーズンで一番良かったんじゃないでしょうか。もう蹴った瞬間、これを合わせるだけだと思ったんですが、井岡選手が見事に頭に合わせて1対1の同点。一気に押せ押せのムードになったんですが、京都も交代策を使って実質5バックの布陣を敷いてきます。そして迎えた後半アディショナルタイムのコーナーキック、ロアッソサポにとってね、忘れられないようなシーンになったかと思いますが、ゴールキーパーの佐藤選手も上がっての攻撃、この数秒間の出来事でもう感情がめちゃくちゃ揺さぶられてですね、なんかゴールキーパー佐藤選手は倒された、その後シュートを打ったのが相手のハンドにも見えたし、その後またこぼれた球を打ったのがポストに当たって跳ね返るというですね、これ何と表現していいかわからないような本当数秒だったと思うんですけど、そんなシーンでした。最後の平川選手のシュートが決まっていればという気持ち当然ありますし、その悔しさもあるんですけど、逆にプレーオフの第2戦、山形戦にですね、クロスバーに助けられたようなシーンもありましたし、サッカーというのは本当にそういった紙一重の勝負になるんだと思ってます。それ含めてね、仕方がないか、よく最後まで戦ってくれたという感謝の気持ちの方が大きかったです。本当悔しいけどね、大木監督のクソーっていう感じと心境は一緒でした。ポストを叩いた金属音の残響が残る中、無情にも試合終了のホイッスル。今シーズンのロアッソ熊本の J1 昇格は叶いませんでした。ただね、本当誇らしい戦いをしてくれたと思います。試合終了後の一瞬の静寂を置いて沸き起こった拍手、きっとね皆さんの気持ちも一緒だったなと思います。本当にこのチームを見れて幸せでした。ありがとうございます。
最後まで戦った選手が目の前に来たタイミングで初めて涙が流れてきました。この涙がね、何の涙だったか未だにわからないんですけど、なんかプレーオフの時、光を歌った時の涙とはまたちょっと違った意味の、ここまでやりきった充実感と清々しさ、ちょっとした悔しさとですね、あと誇りに思う気持ち、いろんなものが混じったように思います。抜け殻状態でホテルに戻ったら、部屋からですね、選手が乗っているバスが見えまして、最後にね、もう一回あの場所に手を振りに行こうかなと思ったんですけど、やっぱり悔しい気持ちで敗戦後の選手に近づくような、あれは遠慮した方がいいかなと思いまして、上からですね、スタジアムを後にする選手たちを見送りさせていただきました。これで最後になるんだなという悲しみをぐっとこらえてですね、今シーズンの感謝を胸に、ありがとうとバスが見えなくなるまでただただ見送り続けさせていただいた次第です。翌日、ホテルチェックアウト後に改めてスタジアムへ。ワッソ熊本がね、クラブ史上初めて最も J1 に近づいた日、決してこの亀岡での一戦忘れることなく、いつかね、また夢を果たせる日を願って応援していきたいと思います。せっかく京都まで来たということもあり、紅葉を鑑賞して夕方の新幹線で帰路に着きました。自分の中では吹っ切れたつもりだったんですけど、新幹線の車窓からの景色を見てたら、やっぱりいろんなことを思い出したり考えたりしてですね、ツイッターでロアッソ熊本って検索して皆さんのツイートとかを眺めていたんですが、その中で結構な頻度でですね、相原選手のこの写真がなんか連発で出てきまして、まあ笑っちゃいけないでしょ、笑うようなシーンじゃないんですけど、なんだかちょっとほっこりしちゃいましたね。今シーズンの最高のチームを応援できたことを誇りに思いますし、スタジアムで会えた方、またね、少しでも盛り上げようとこの9月に始めた YouTube ですけど、それを縁に知り合えた方、皆さんに感謝しております。また YouTube を通じてですけど、プレーオフで戦った山形のサポーターさん、大分のサポーターさん含めてね、 J2 のサポーターさんからも今回の京都戦に向けて多くのエールをいただきました。この場を借りてお礼いたします。来シーズンもいい戦いをしましょう。またサガン鳥栖、アビスパ福岡のサポーターさんを中心にですね、 J1 のサポーターさんからも多くのエールをいただいたこと、この場を借りてお礼させていただきます。必ず皆さんと同じ舞台でロアッソ熊本と戦いたいと思ってますので、今後ともよろしくお願いいたします。早速ね、今シーズンの主力選手に対する移籍の報道とかが出ておりまして、やきもきしている方も多いかと思いますけど、育成に方針の舵を切っているロアッソ熊本にとって、大卒の選手が2年3年とってステップアップしていくっていうのは、まあ成功モデルでもあるので、寂しい気持ちはありますけど、これはいいことなんだと踏まえてですね、また新しい大卒の選手も入ってきますし、大木監督も継続ということで、今後ね、ますますロアッソ熊本が発展するためのステップとして受け止めていきたいと思っております。同じような話になりますけど、この日のベンチに入れなかった選手たち、あとサポートしたくても応援に来れなかったサポーターの皆さん、あとはですね、忘れちゃいけないのが、去年まで同じチームにいたメンバーがいる藤枝、もうほぼですね J2 昇格が決まったということで、本当におめでとうございます。浅川選手がいる奈良クラブも J3 に上がるということで、そういったね、やっぱりロアッソ熊本の大木サッカーの礎っていうのは必ず花を開いていくかと思いますので、そこを信じてこれからも応援していきたいと思います。おそらく土曜日のファン感はいかないと思いますね。私にとって今シーズンこれにて終了となりますが、プレーオフ少しでも盛り上がれるようにですね、始めた YouTube を通じて皆さんからのコメントとか非常に励みになりましたことを最後に感謝としてお伝えさせていただきます。本当にありがとうございました。正直ね、まだ気持ちの整理が完全についているわけではないので、また落ち着いた頃にですね、改めて今シーズンの振り返り、来シーズンに向けた展望等を含めて、このロアッソ熊本を応援する YouTube 続けていきたいかなと思っておりますので、よろしければ今後もご愛顧の方よろしくお願いします。本当にありがとうございました。忘れてた。